本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日まず今この場所はどういった場所になるんでしょうか。これは伊豆の病院っていう病院で、はい、爬虫類を専門に診療している伊豆に付属する動物病院。完全にもうすぐ本当伊豆のすぐ近くなんですね。まあまあまあ駐車場に駐車場あるっていう。伊豆本当に爬虫類専門で。爬虫類専門。よろしくお願いします。中をちょっとどうぞ見させていただきましょう。すごい伊豆の病院初潜入です。すごいですね。まあここが診察室。はい、いいですね。そうここが診察室で、はい、まあ、患者さんが来たらここで、はい、獣医の後藤獣医師。あ、ご先生本日すみません、よろしくお願いします。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 今開業してどれくらい時期が経ちました。いやまだね、10ヶ月ぐらいかな。あ、ね、はい、10ヶ月。もう結構この多分おそらく日本全国からいろんなこう爬虫類がこうここで診察を受けると思うんですけど、結構爬虫類に特化した、まあ、伊豆のお膝元っていうのももちろんあると思うんですけども、やっぱりこう爬虫類以外はもうあまり見ないっていう感じで、まあ、基本的に見てますね。見てますね。結構その爬虫類の中で多い、診察する機会が多い種類って何が多いのは、まあ本当にミシピアカミミガメ、草ガメ、あとヒョウモトゲモドキ、フトアゴヒゲトカゲ、まあまあ、そういうやっぱ人気の、ね、定番種っていうのは多いよね。 あとはもう本当にここって専門性が高いっていうことで、ケズメリクガメとかね、そういうもう石が、はい、できてしまったのとか、そういうのが来たり、リクガメもかなりいるよね。あ、なるほど。伊豆での診察も行って、そして一般のこうお客様のユーザーの方の診察も行っているっていう形。そうですね。伊豆の生き物は、まあ、常に持ち込みでね、レントゲン取ったり検査してもらったり薬投薬してもらったりはするんだけども、あとはもう外来診療っていう形で、はい、予約制で患者さんを受け入れてるんで、ね、かなりこう今実際にこう診察こう今10ヶ月ほどこう病院やってらっしゃって、いかがですか、この爬虫類とこの人間のこのやっぱ現場の方に、ね、はい、なかなか珍しい爬虫類が多くいますので、はいはい、まあ、勉強をね、しながら、はい、診察の、はい、ことを学んだりって感じですけどね。この病院はあれですよね、田園調布動物病院の田向先生、はい、ところに、田向先生のところに研修に行って、あ、はい、研修したよ、勉強させてもらってます。すごいですね。あ、さらにこちら処置室見させていただきます。すみません、ありがとうございます。いや、すごい、この処置室入るのちょっと初めて。これはもう本当に手術室なので、はい、麻酔の機械からこちらにもエコーとか電子、はい、レーザーの、メスとか、はい、あとはその血液の検査の機械とか、はい、そういうのが全部あります。もう本当に人間の病院と一緒ですね。ですね、本当にもうそもそも清潔感、これなかなかもう今通常の動物園ではまずない施設。あ、よろしいですか、すいません、失礼します。さらに奥にご案内いただきます。すいません、すいません。これは、はい、こちらはここはレントゲン室。あー、レントゲン室、うん、おー、ね、すごいっすね。めちゃくちゃ高度な機械がございますが、やっぱり必ずやっぱエアコンついてるんですね。もう実際の本当にとにかくもう診察の時にも全部使われてるって感じですよ。もう研究も兼ねてるというか、研究よりも本当に診察。すごいっすね、すごい施設ですねこれ。多分都内にもここまで充実した例えばこう機材であったりですとかが揃ってるないですもんね。まあね、どうそこはね、あるとは思うんだけども、まあまあちょっとわからない、爬虫類の病院にどこまであるのかはちょっとわからないけれども。爬虫類の日本画をね、かっこよ、ちょっとこう紹介していこうと思ってさ。何で書いてある？いやこれだから自然由来のさ、白いのは例えば貝の粉とかさ。これがすごい。ああ、なるほど。
じゃあ今日は行っちゃいまーす。早速入り口からなんとガラパゴス陸イグアナの自然繁殖に世界で初めて成功したすごいな。ベビーがいる？ベビーがいますよ、ここに。あ、ほんとだ。ガラパゴス陸イグアナ、はい、今ここにいるのは、はい、あのこれは、今年、自然繁殖に成功したんですけども、これは去年の子供で、はい、これはあの産地で今16頭います。16頭だから普通にいますもんね。まあ我らが販売の業界でも人気名声ともにねナンバーワン。お母さん、あれちゃん、子供たちここで、あ、生まれた子供たちなんですよ。あの子は長女だそうです。はあ、はあはあはあはは。すごいですね。あ、あの子ね。あの子ですか。ここにいる子ね。トカゲはいる。トカゲもたくさんいると思います。あの脇役として。あ、見えなかった。隠れキャラがたくさんいるんだよね。今それゾノサウルスって ね、ゾノサウルスいましたよ。オプロルスいるんですかね。本当そんなところ。あ、本当だ本当だ。いや、これ多分あれですね。伊豆の楽しみ。あ、これ出てきますよ、新太郎さん。ゾノサウルスかわいい。これも放射ガメと同居してるんですね。あ、あんなとこ入ろうとするんだ。あ、あんなとこ入ってくるんや。巣がいろいろできていて、この中にね、多分7種類ぐらいのところにいるんだよ。マダガスカルの。あ、そういうのを探すのも楽しいですね。そして入ってすぐに大岩イグアナの超巨大レイアウト水槽。ものすごい数いますよ、慎太郎さん。だこれやばい数いるな。キューバイワイグアナ絶滅危惧種ですもん。キューバと今あのサイグアナあるとこにいるんだけど、サイグアナ、あの辺サイグアナ、そのあそこにいる。わー、長とかの角もそうね。すごい、あ、サイグアナかっこいいね。サイグアナかっこいいっすね。サイあの奥もサイとキューバとミックスで、あのハイブリッドにならないので。あ、ハイブリッドにならないんですね。え、入っちゃっていいんですか。失礼します。やば、うおー、失礼します。うわー、いや、すごい空間や。あいつすごい伝ってる。あれ結構あったかいですね。めちゃくちゃあったかい。もうあの昼間は40度ぐらいになるようにしてあって。昼間40度。そう、夜間は抜けて結構落ちる感じですね。そう、あ、うわ、懐いてますね。懐いてるっていうか壊れるんだ。縄張りがあるから、うん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 、あ、強調し合ってるんですね。そうそう、そこでこう、こっちにこう見せつけてるんだよね。繁殖期はだいたい5月の下旬から6月いっぱいに卵をここの今乗ってる下に産むから。ああ、大丈夫です。結構これ下深さあるんですね。いや、すごい。ここ砂の深さが80センチ。80センチ。ああ、80センチも厚みを持って、それで一番下ぐらいまで掘るので、ああやって今掘り出したでしょ。ああ、練習してるんだよな。これ砂は結構その砂場、例えばあの学校とか砂場の砂に近いような。砂にみたいでしょ。ちょっと土が入っていて、うん、これあの千葉県の山の砂。へえ。ちょっとこだわってる。ずっとこだわってるんですね。慎太郎さんどうですか。めちゃくちゃかっこいいっすね。やばいっすね。唇がこうちょっと喧嘩してるとかいるでしょ。はい。喧嘩し合うのね。喧嘩し合うことで。より交尾が可能になるから、喧嘩させないと平和だとなかなか作れない。なるほど。そうした喧嘩だね。だって縄張りをこう強調し合うんですね、こうやって、うん。口を開けて自分の大きさをこう誇示して恋して、さっき思いっきり口開けてたよ。わ、インキュベーターがあるんですね。はい、置いてあって。うわー、まあ、こうすごい。まああれがないけど、大したあれがないけど、ここにこれインドホシガメ、これ全部発生してる。うわ、インドホシガメの卵ですか。うん、うわ、これはバーミキュライトが。そう、バーミキュライトなんだけど、ちょっと普通の園芸、うん、屋さんで売ってるバーミキュライトとちょっと違って、あの白いバーミキュライト
はい、これ南アフリカのベルクライトっていう石で作ってるんだけど、はいはいはい、これ放射亀の卵。放射亀の卵、うん、あ、ちょっとインド放射亀の管理状況は違うんですね。そう、放射亀ってコツがあって、はい、そのままインキュベーター入れてもなかなか帰らないので。あ、そうなんですね。冷やしたりして、一回冷やしたものを温めて湿度を一気に高めるっていう手法でやってます。なるほど。フィジーイグアナ、これの中にフィジーイグアナ、あーの上にめちゃくちゃ美しい。その一番上にいるのがオスで、下がメス。もう卵お腹に入ってるので、もう少ししたら産むと思います。フィジーグアナのこの環境もすごいですね。もう周りをコルクバーグで固めていて、まあ、登りやすくした方が、はい、壁この3面使えるから、はいはいはい、面積が狭くても立体的に行動する生き物っていうのはその何倍も活動範囲が広がるじゃないですか。なるほど。何月くらいになると出てくるんですか？先週ね、もう1頭2頭出てたんだけど、また寒くなったからまた潜ってない。ここ見えねえや。そこの目の前です、この目の前。あ、いたじゃん、ちっちゃいの。去年生まれた子供。シナワリトカゲも繁殖してるの？いや、ここで自然繁殖してる。湧いて出てくるから、この小さいのももう取り上げないで勝手にいるから、親かと思って今探して、親が見つからねえんだと思って。そんなちっちゃいと思わなかったから。子供だろ、かわいい。あんな草の上でバスキングするんですね。これは、あれは何ですか？赤色ヤケイっていうインドネシアの野生の鶏。野生の鶏？うん、鶏の原種ってこと。がっつり鶏なんです。そう、あれが品種改良して今の鶏っていうのがいって、卵をみんなが食べるの。あ、じゃあもう今のこの卵の大元があの鶏なんですか？そう、野生のヤケイっていう。うわ、すごい。インドホシガメ。インドホシガメがすごい、ちゃんとなんか水に浸ってる。ほぼにいるでしょ。わー、いっぱいいる。しかさん、こちらフレアコーナー。そう、フレアコーナー。はい、かわいい。これアルダブラゾウかね。そう、これアルダブラ。これ全部伊豆生まれ。あ、伊豆生まれ。うん、綺麗に育ってるな。これ何歳ぐらいですか？これで3歳くらい。3、4歳くらい。3、4歳くらい。中段の3、5歳。それからハマス。あ、この一番大きいのが。そう、わかった。うわー、やばい。まあ、ごめんごめん。これね。はい。大きいでしょ。おっきい。今、いい、リフトアップするよ。はい。はい、立とう。はい、どうぞ。おお、できた、できた。どうぞ。あ、でも結構上がるね。いや、めちゃくちゃ足しっかりしてる。地上高い30センチ持っちゃうか。すごいですね。めちゃくちゃ立ち上がる。リフトアップしたでしょ。はい。で、瀬尾さん、これで今何キロぐらいなんですか？ね、160キロぐらいかな。160キロ、やばいね。160キロ、とんでもない。素晴らしい大きさだ。160キロ、バイクぐらいありますね。バイクですぐらい、そんなもんすもんね。いや、すごいな、ガラパゴス像が。人が乗っちゃったらできそうな。確かに。場所にいるから行っといて。え、いいんですか？失礼します。すいません。いや、今、はい、ガラパゴスリクイグアナの飼育ケースの中に、これがメス6頭。6頭。見といて、言ってた1人、親は今入らせていただいております。いや、逃げられちゃった。ごめんね、ちょっとだけ触らせて。うわ、これ他のイグアナよりも、ま、ものすごい硬さ。いや、これやばいっすよ、これマジでやばいっすよ。これ本当にやばい。近寄れないけど。慎太郎さん、
ガラパゴスリクイグアナです。こんな間近で見ることないですね。初めてですね。僕自身も初めて触ったんですけど。もう少し近づいてみようかな。多分今ね、土ぼこりかぶっちゃってるからあれなんですけど、ちょっと水流したらね、めちゃめちゃ綺麗。ちらっと見えてるってことすっごい発色綺麗なんで。本当は結構ものすごい黄色い。黄色もね、すごいこの前の。ちょっと怖がってるじゃないですか。この辺とか、すごい綺麗ですね。かなりド派手な色してるね。でも伊豆で繁殖されて、もうあとこの環境がすごいあったかいですね。そう、ヒーターとかさっき触らせてもらったんだけど、めちゃめちゃあったかい、ね、めちゃくちゃあったかいです。で、上が紫外線をこう透過するフィルムが貼ってあるっていうことで、すごいよね。自然光もしっかり取り入れた上で生活環境をこう整えていらっしゃる。すっごいあったかいですここ。これ園長の白澤さんの中でこう整えてる環境は最低限な感じに近いですか？最低限、それはもうそれは究極もっと突き詰めればそれは切りないんだけど、そこって全部は再現できないじゃん、その中でできる範囲で再現していき、そこで繁殖しうるものを目指してるっていうのが現実かな。そうですね。でこれあれ、これナイルスッポン、めちゃくちゃでかいですね。出てる。違う。あ、ダップしたじゃん。いけるでこれ展示。わあ、フード広げてる。うわあ、広げた。白さん、こちらは。これ太鼓ブラ。太鼓ブラ。伊豆生まれの太鼓ブラなんだけど。伊豆生まれの太鼓ブラ。もうこの大きさで毒はもうあるん。もう人間のね、成人男性の致死量はある。ちょうど撮影に来させてもらう今日のどれぐらい前に、ね、そうですね、1週間ぐらい、1週間ぐらい、うん、生まれて1週間、そう、もうで、ファーストシェットが終わって、ああ、背中のフード広げとる。いや、ちゃんとコブラですね、本当にコブラです。室温は今どれくらいで常にキープされてるんですか？今、見た目、湿度だけで26度ぐらい。うん、上がった下がった。これもさっきのところと同じ紫外線の透過フィルムで。そう、これ紫外線透過フィルム。これいいっすね、透過フィルム。ビニールハウスとかに使う。使う。ああ、なるほどね。めちゃくちゃ可愛い。目がつぶら。つぶらな瞳ですよね、本当に。やっぱ圧倒的、この多分小人界隈にしてもまだもっと大きくなりますもんね。全然大きくなるんですけど、重量感が全然違いますね。なんかすごい詰まってる感がすごかった。いや、詰まってるっす、ね、俺抱っこしてすごいなんかムチムチだった。特にこのお腹の周りのこの重さがずっしりときてますね。しかもあとこのやっぱ鱗の硬さ、明らかにこのどんな攻撃も耐えるような強固な鱗してますよね。でもその代わりやっぱお腹は柔らかいっていう。いや、本当これで小人カイマンっていう名前なんですよね。小人じゃないですよ。ワニの中では小型なのかもしれません。いやー、素晴らしい。
さあちょっと今からあと視聴者プレゼントでまた伊豆のお土産を選んでいきたいなと思います。どういう系がいいですかね。個人的にこれめちゃくちゃ欲しいですね。これ仮面熱が高まった。いやもうてかこういうなんか爬虫類の本ってなかなか売ってるとこ少ないですからね。これおもろそう。ベースにしベースの本とかでこれ結構多分